すごいでしょ。はい、エビスは、竹木ちゃんお願いします。いや頼むよ。これいつもこの動画をウィンズで撮ってる。馬券売り場、そこに S 君と行ってこう動画生で動画見ながら撮りながらやってるんだけど、今日は特別に居酒屋から中継です。すごいっすよ。当たんねえかなこれ。これ美味しい。なんうまい。え、あ、軟骨来た。軟骨やべ、これ美味しいんすよ。いや私めっちゃ食べてたから。と言ってる間に枠入りが。もしも赤い帽子2つが並んで入ったら大当たりなんで褒めてください。あれピンク、ピンク、あれね、あ奥にいる赤い帽子、うんうん、楽しみだこれ。だっていつもは S 君と2人で のぶとい声出してるんだよ。今日は珍しいですよ、女子と一緒っていうのは。今までないパターン。居酒屋だし。あ、入りたがってないんだよ。すごいね、ゲートって狭いからね、馬が嫌がっちゃうんだよね、入りたがんない。うわ、俺この馬買ってるんだけど。どうしよう。やばいな。早くもちょっと波乱の。いやでもすごいでしょお客さん。でもね、じゃあ本当は広くて本当気持ちいいんですよ競馬場って行くと。うん、天気いいとね、今日芝生とかあってそこでこう寝っ転がりながら寝れる。うん、でかいレースの時はね。まだ入ってない。まだやってるよ。いや俺買ってんだよな、クルミナル。クルミナルって名前可愛くないですか。クルミちゃん。クルミちゃん可愛いよね。あ、すんげえもたついてるわ。他の馬をこう入れるのかな。くるみちゃん大丈夫かな。あ、まだ入ってない。あ、入ったくるみちゃん。大丈夫だよくるみちゃん。でもね結構人気なんですよこれ。うん、くるみちゃん割と人気。いやこれは入ってた。これがね一応本命っていうか一番人気。うん、これが最後だと思うよ。これが入ったら終わり。スタート。よし、いたこれね、赤い帽子が、あ、いた赤いの来てるでしょ前に。あ、16がいったな。あれこの間話したっていうだよ。おりゃよ、とりあえず今3番目に走ってる、前から3番目に走ってる馬が来ると当たりなんですよ。赤い帽子。うん。
しい。あーちょっとどうかな。本当はね5番が一番前に行くかなって思って買ったんだけど、これちょっと予想と違う感じになってる今。5しか買ってねえんだよ俺。頼むよ本当。あ、6いた、6。あーこっからだね、こっから。うん、うんうん、あーなー、ちょっとねやばいやばい、これはダメだな。あ、これはダメだな、ちょっと。あー5ないや、ごめん、外れた。うん。あー5ないや、ダメだダメ。うん、あ、14だよ。あー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 、大外れ大外れ。そんなにうまい話じゃないね。残念でした。こいつです、来たの。全然勝ってない。全然勝ってないの来ちゃった。もうこういうのが完璧な外れってやつです。もうしょうがないんでね、来週なんで勝負は。あ、そうダービー来週頑張ります。頑張って当てますよ来週。